阪神18年以来のオープン戦開幕6連敗。オープン戦、阪神に5楽天、6日、甲子園。24年日本一チームの阪神がまさかのオープン戦開幕から6戦6敗を喫した。引き分けを挟まずのオープン戦開幕6戦全敗は18年以来、6年ぶりとなった。また負けたで。また負けた。6連敗を静かに終わったな。すげえつまらん試合。こんなんばっかやし、ほんまに大丈夫かこれ。まだ慌てるような時間じゃない。悪い部分が出た試合やったな。14安打 vs 3安打でこのスコアになってる方がすごいわ。ここまで負けたら逆に面白いねんけど W。 井上は三振しなくなってきたな。あと一歩や。今日は普通に負けやな。打たれすぎ、エラー多すぎてなさすぎ。6連敗ってあんた。でもそろそろエンジンかけてほしいわ。わら6連敗、まあオープン戦にまとめて負けてたらええやろとかいう余裕あるんか。さすがに一勝させてよ。春の大山遼河チーム全体に感染したな。マジで総崩れしとるわ投手。次負けたら7連敗。3安打て、調子良かったテルはどこに行ったんや。都市要素、井上に安打とゲラのみ。中継ぎもさすがにここ数年の疲労も見えるし、かなり厳しいと思うで。これ3安打てお前。まあ最後の京セラ折り3連戦までに何とかしてくれ。井上野口前側に当たり出てゲラがいい感じか。西も村上も順調みたいや。白石収穫やな。キャンプ疲れが今来ているってことにしておこう。自分たちは日本一のチームだから、シーズン始まればまた勝てるようになるし、今は結果なんかどうでもいい。そんな半端な勘違いさえ起こさなけりゃええけどね。万が一今季振るわなけりゃ、そういう振り返り方されるやろうな。逆にどこ相手に最初の一勝するのか楽しみになってきた。さすがにやばいだろ。むしろ焦らんでもええやろ。ヤクルト戦が2つあるんやろ。どっちかで勝つな。レフト争い、ノイジー、ノーヒット、ミエセス、ノーヒット、小野寺、ノーヒット、前川、1安打、井上、2安打、野口、ホームラン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。